感想を聞かせてください。今日の感想はなんか久しぶりにミスコさんに生で会えてパワーをもらいましたで自分の中にある石橋もちょっと粉砕していけそうな気がしました。石橋の粉砕、石橋粉砕頑張ります。チャイルに頑張ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では今日初めてのあやさん、今日のお茶会の感想を聞かせてください。今日ですね、そのチャーミングという新しい言葉、今まで自分になかった言葉がすごい新鮮で、うん、来年というかこれから目標としてチャーミングな女性になろうかと思いました。いや素敵、はい、ありがとうございます。ではゆみさんどうぞ、はい、今日のお茶会の感想。今日のお茶会の感想、実は聞きたいことまだ聞けてなかったりするので。あ、そうか。後で聞いて。後でじゃあ聞きます。うん、やっぱ楽しいですお茶会。うん、いろんな人と会えて楽しいです。はい、ありがとうございます。ではみきこちゃん。はい。今日も楽しかったです。あの素敵なホテルでありがとうございました。素敵なホテルで。どんな仕事そんなんですね。そこ落ちる。はい。私も白くなります。何のことかわからないでしょ。チャーミングになって美白になっていきます。はい、では北林さん寝てないで、はい、起きて、はい、ここはまあ前から来たいなと思っていたんですけど、はい、まあ、綺麗なホテルで、あの増岡さん、あの直属に直属目の前でお話伺って、まあ、あの自分のできることを、まあ、やりたいことをちゃんとできる方向性を、まあ、示していただきまして、はい、まあ、チャーミングに楽に生きられる、そして引き寄せもバシバシできるようになりました、宣言しましたと、宣言したらもらいましたと今宣言しました。はい、はい、どうもありがとうございました。では皆さんで手を振ってください。ビヤーン。